声日記を4証弦で考えるのその3をやりたいと思います。RSS 配信の有無。そして SNS トークとレクチャーというタイトルにしました。で、これまで実は声日記を4証弦で考えるのその1とその2をやったんですね。で、もしまだあればその3、その4と続きますという予告だけしてたんですが、えー、その3が必要になりました。 で、一番大前提になるのは、えー、音声配信の4証言のまとめを見ていただくと一番いいんですけれども、編集ですね。えー、ミニマム編集、マキシマム編集。まあ、それからライブオンデマンドっていう、この4証言で考えたんですけど、まあ、ここ一つ編集の有無というのがやっぱりね、旧来のポッドキャストと声日記を分ける一つ大きなポイントだっていう話を、まあ、 前提にした上で他に何があるだろうと考えてたわけです。で、それが恋日記を4証言で考えるのその1で、更新頻度。で、それだけじゃ面白くないので、個人性、社会性、パーソナルか、ショソーシャルかってね。まあ、これは程度の問題あるんですけど、一応そういう軸で4証言で考えてみたのがその1。それから、その2では、水平性、垂直性、 あと、リスナーと配信者の関係、あるいは配信者同士の関係で見ていくとどうなるかっていうふうにやったのがその2ですね。でこれ何がしたかったかっていうと、要するに声日記、リスのプラットフォームに出てきた声日記っていうのは、完全に音声配信の中では新しいジャンルなので、一体この正体は何だろうということを突き止めたくて、こういうシリーズをやってきたんですが、その3ですね。やっぱりここに来て、 えすごく目についたのが、声日記はポッドキャストではないというね、言い方、あるいは声日記とポッドキャストはもう明確に違うというのが結構多くの人の認識みたいなので、やっぱりじゃあこれ違うと思わせてるのは何だろうということで、これまで見たことも関連してるんだけども、それだけじゃないだろうということで、さらに突き詰めたいということで、今日はその3ですね。 で、えー、実はその話はすでに公開ダラダライブで、えー、一度は話してます。ここでほぼ全て出尽くしてる感じはするんですが、えー、そのリンクをまず貼っときました、えー。これが結構前ですね、3月の23日の公開ダラダライブで喋ってるうちに、ポッドキャストと声日記の違いについて結構特徴付けちゃったんですね。うん、で、その副産物みたいな形でこのその3を。 お話しするという形になります。で、今まで見てきたこの音声配信の4証言、そして声日記の4証言のその1、その2を踏まえて、今日は RSS 配信の有無、そして SNS トークとレクチャーっていうタイトルにしました。